はい、皆さんこんにちは。本日は2024年8月21日、今日は水曜日でございます。午後5時半になろうと、しております。皆様はいかがお過ごしでしょうか。はい、最近ね、たまにちょっと一日お休みすることはあってもですね、ほぼ毎日配信しておりますけども、やっぱりね、構造上ですね、いろんな角度からもうね、限りなくなんかこう説明する言葉がね、いろんな角度からこう生まれるわけでございますね。今日はですね、また新たにパッサッジョ、パッサッジョとは何ぞや、もう原点に、立ち戻ってですね、チェンジとかね、いろいろ言うじゃないですか。実質上ね、チェンジの要素があるんですよ。だけど基本的には、結局ね、最適なところに行ければ自然にパッサーレ通過できるんですよ。その最適なところって何かという問題になるんですけども、だからパッサージを超えるとかね、通過するっていう、その表現がこれ本当にできてる人じゃないとわからない感覚なんですよ。そういうことから今日はですね、ドニゼッティの、イル・バルカイオーロ船人という、歌曲、ボーガボーガ、なんか パバロッティが歌ったビデオありますよね。ボーガボーガエルベントタチェウーライトオンダイルチェセレーノ、これがですね、こう精度は8分の6秒数の精度はなんですけども、私にはちょっと高いかなっていうぐらいな感じで、これパッサージを明確に示すにはちょうどいい調じゃないかなというところで、今日これでですね、ね、特に第2パッサージをどうクリアしていくかということをですね、スローモーションを含めて、お送りします。どうやったらそういうことができる喉になるかということですね。で、まずはですね、普通の低音域でね、ボーガーとかでやるともうダメなんですよ。はい、失格。カーン、鐘一つ。そこでですね、やはり求められるのが、声帯を全部使った、ところ。最初のね、ボーガの声がですね、ボーとかね、抜けちゃったり、ボーとかね、喉だけで歌ったりすると、大体もうパッサージョができないんですよね。まずは、軟口蓋を下げる力と、ね、ベロを下げる力、軟口蓋を上げる力とベロを上げる力、これをお互いにせめぎ合わせて固定化する技術ですね。で、これにより、生じる、針のようなもの。これを体験すると、声帯がね、こう、目いっぱい、こう、全体を使って、こう、閉じようとするんですよね。力むという意味じゃないですよ。しっかりと閉じてくれるんですよ。ぼー、ぼー、ぼーとか、ぽーじゃなくて、しっかりと奥から前に出た。ボーガーボー、ボーガーボーガーベントタチェ、ウレロンダイチェセレノ、ソーラリトリパチェ、パルケレグリオチェロエマル。要するにね、こう、圧縮、均等に圧縮することをやめないことなんですよ。どれぐらい圧縮するかということでパッサージョがクリアできるんですよ。要するに均等にね、漏れなく圧縮して整えるという技術が、そのものがパッサージョを超えるという、技術そのものなんですね。他にないですよ。ですからパッサージョで切れ目がはっきりするね、ような歌い方ってあるじゃないですか。ウーライロンダレチェルチェルスレの、これはね、
ただそのパッサーレした後の高音域のポジションとその前のポジションに段差が生まれる、歪みが生まれてるんですよ。乖離するんですよ。それ乖離を埋めるための移行が継ぎ目になっちゃうんですよね。だからその前からそういう風に崩れないと継ぎ目なんてないんですよ。もう一回いきますよ。ボーガボーガルベントタチェオーラエロンダラチェセセレチェセレチェより圧縮するだけ。圧縮しないとチェって広がってちょっとこうボケるでしょ、ぼやけるでしょ。ぼやけないように圧縮するだけなんですよ。圧縮するにはアイテム言いましたよね。軟口蓋を下げようとする、舌も下げようとする。そうするとお互いに反発し合う。プーレロンダレチェーチェー、これだけ。チェーセレノで、これね、ちょっとでもやりすぎるとチェーセレノになっちゃうんです。だからこの技術っていうのはギリギリのとこを攻める技術でもあるので難しいんですよ。そのダメだと言われている領域の一歩、ほんの紙一重手前のところに正解があるんですね。いや本当にゴルフのパターのような、ちょっとでも振ると手前で止まったりオーバーしたり、そういうこと。オーレロンダレチェーセレチェー、心を冷静にしてそれが冷静に行えるかどうか、緻密にのぼせちゃダメです。チェーセレのソーラリトリパチェバルキャレグリエチェロエマルボガボボーガボーガマーリーナーで、このマーもやっぱりちゃんと圧縮してないとダメですよ。ボーガボーガマーマーボーガボーガマーリーナーオルケトットノイソリでイシテネロモメント出た、ここも味見たイシダメですよ。イシテテ何にも継ぎ目ないでしょ。継ぎ目ないように最適なところに圧縮してるだけなんですよ。要するに一つ一つ最大限に圧縮してる。許容量の最大限ですよ。イシテネロモメントオレブレッツェデルコンテントバイオラミアポお辞儀しない。オレブレッツデルコンテントボリオラルメアパンドロールボーガボーガマリナールオーマリナール。ここ F までちゃんとつながるんですよ。ボーボーうーうー赤ん坊の鳴き声なんです。ボーガボーガボーリナー
では、開いた声をね、おーって気取った嘘の開いた声を強要しておきながら、あなたね、赤ん坊の泣き声をよく聞いてごらんなさい。非常に自然に出てるわよ、ってことで、もう言いながら、本人真逆な声を出している先生が、ほとんどなんですよ。知識としてね、言葉面だけで赤ん坊の泣き声だよって誰かが言ったのを、もう受け売って、受け売りで、ただ言ってるだけで、本人真逆のことしてるんですよ。もうこれね、狂ってますよ。狂気の沙汰。ね、赤ん坊って、うーん、うーん、うーんって苦しそうに泣くじゃないですか。でこのままなんですよ。全然それはね、比喩でも何でもなくて、そのもの、そのものズバリ。もう、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 ボーガボーガイベントタチウレロンダイチェシレンチュチュウウウウウ赤ん坊でしょ。チュシレのエブロリトリポチェポケアレギエチェロエバで、そのね、到達する状態って境地というか状態があるんですよ。ここに行っちゃえば締めたもんですよ、皆さん。はい、クライマックス。エセイフィエロテンペスタアンビトサロリエタラミアソルテオルトゥオフィアンコボスピラルシアルトゥオフィアンコヨボスピラルボーガボーガボーリナルボーガボーガオマリナルサロリエトラミアソルテアルトフィアンコイオボスピロルボガボガマリナルボガボガマリナルオモリナルオモリナルわかりました。赤ん坊の泣き声なんですよ。その筋肉を使えるかって。気取ってばっかり言ったらね、ほんと嘘ばっかりついてたらあの声出ないんですよ。カッコつけたりね、おーとかでカッコつけてたらもう絶対出ない。もう一回ちょっと芸を出してみる。ゲッセイフィアノのテイこの段階で顔芸になってませんか。もう一生懸命歌う、もうそういうのはもう声が空洞化してるんですよ。そういう状態の時は言っちゃ悪いけど、アンビドネトジャマルテアンビドネトジャマルテ
はい、今ちょっと悟ったんですけども、やはりね、正門閉鎖力ね、ただ力んでえっとやるんじゃなくて、きちっと正門がきれいに閉じるっていう、そういうところのまあ力の受け止め方、そこが発達してくるとすごい楽になります。そんなね、ものすごくこれをやるとかね、腹筋をものすごい使うとか、そういうことがなくなってきますよね。結局ここなんですよ。ここの周辺のせめぎ合いをどういうふうに構築するかということで、非常に整体がなんかこう綺麗にね、ピタッとね、さも息を使ってないかのような、なんか状態、息が止まってるかのような安定した状態に行けるところがあるんですよ。最初のボーの時にボーってこう空洞化するようじゃまだまだ半人前もいいところ、ボーこのボーボーがボーガルベントタチオーラロンガルチェーン、それができればチェーンのアクートに行くのが簡単に行けるんですよ。ただちょっと締めを強くすればいい。ブーレロンダルチェスレのソロマリトリパチェパルケレグリエチェルエマルボガボガマリナルボガボガマリナル。はい、それでは最後に、まとめとして通して、波長長ね、この中性の波長長で、いるバルカロ、バルカイオーロ船人、これを歌います。ボーガボーガイベントタチェプレロンダルチェスレのソロガリトリパチェバルケレセロエマルボガボガマリナルボガボガマリナルオルケトトアノイソリデイシテネノモメントアレブレッザデコンテントボリオラルメアパンドールボーガボーガマリナールオマリナールボーガボーガイベントタチェウレロンダルチェスレのエドノリトリポチェポケアレグリエチェロエマルケセイフィエノラテンペスタアンビトエレトチェサロニエタラニアソルテアルトゥオフィアンコブオスピラルシーアルトゥオビアンコイオプオスピラルボーナボーガモリナルボーガボーガモリナルサロニエタラミアソルテアルトフィアンコイオボスピロルボガボガマリナルボガボガマリナル
嬉しいことにだんだんとね、いろいろな面で自由な境地になって自動化してくれるんですね。パッサージはそんなもんないよって言うぐらい。アンビトネトロチェボルテ、アンビトネトロチェボルテ、ソラリエッタラミアソルテ、ソラリエッタラミアソルテ、アルトフィアンコボスピラルシ、アルトフィアンコよボスピラル、ボーガボーガマリナル、ボーガボーガマリナル、サラリエタラミアソルテ、アルトフィアンコよボスピラル、ボーガボーガマリナル、ボーガボーガマリナル、オーマリナル、オーマリナル。はい、というところで今日はこの、ね、ドニゼッティの船人というね、楽曲を用いて私のパッサージョ技術をね、まあ大体こういうレベルだよというところを皆様にご提示いたしました。いかがだったでしょうか。これね、結構これね、技術が試されますね、これね。はい、テノールの人は構成用でこれね歌ってみてください。歌えや、これが歌えないようじゃダメですね。はい、歌えない人はうちに来てください、教えます。というところで今日はこれで終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、次回までごきげんよう。さようなら。